ブライアン・フェリーは、イギリスのロックミュージシャン、シンガー、作曲家。ロキシーミュージックやソロ活動で有名である。九首の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第60位。イギリス、イングランド・ダラム州のワシントンで、労働者階級の過程で生まれた。ロキシーミュージックのオリジナルメンバーでは、フェリー以外のメンバーは、全員が中流階級出身である。 1963年にアマチュアソウルバンドのバンシーズでシンガーとして活動。苦学しつつ入滑する大学に入り、ポップアートの先駆的存在とされるリチャード・ハミルトンの元で美術を学ぶ。その後ロンドンに引っ越し、陶芸やピアノの教師として働きながら曲を書く。1971年にロキシー・ミュージック結成。1972年に ロキシーミュージックでデビュー。1973年にはバンドと並行してソロ活動も開始し、全曲カバーのソロデビュー作、愚かなり、我が恋発表。1974年末、ロキシーミュージックの活動の合間を縫って初のソロコンサートを行う。フェリーは75年から77年にはキャリアのピークを迎える。1975年には、 ロキシーとしての恋はドラッグがアメリカでもヒットした。76年から77年にかけてのレッツスティックトゥゲザー東京城は彼の代表作である。1975年にロキシーミュージックが解散してからはソロ活動に専念し、1977年に初来日公演を行う。1979年から1983年にかけて 再結成、ロキシーミュージックで活動。その後ソロ活動を再開させ、1985年にはアルバム、ボーイズガールズはヒットを記録した。このアルバムからのシングル、ドンとストップザダンスもアメリカでヒットした。1997年、イン・ユア・マインド収録曲、東京城がフジテレビの水曜劇場、ギフトで使用され、 日本のオリコン洋楽シングルチャートで1位を記録するなど日本でも大ヒットした。2000年12月29日、ブリティッシュエアウェイズ2069便に一家全員で登場したが機体がハイジャック未遂されるというトラブルにも遭遇している。2001年、ロキシーミュージックの再々結成ツアーに参加。ロキシーミュージックはヨーロッパ的ダンディズムを感じさせるサウンドと 奇抜なファッションからグラムロックのバンドとされた。ブライアン自身は R&B やソウルミュージックといったブラックミュージックからも影響を受けている。自身も優れたソングライターでロキシーミュージックでは曲作りの中心を担っていたがソロ活動では他人の曲をカバーするのも好んでいる。ボブ・ディランの反戦か激しい雨が降るビーチボーイズの Don't Worry Baby プラトアーズの煙が目にしみるなどのカバー作品を発表している。タクシーは黒人音楽のカバーが中心だが、ベルベット・アンダーグラウンドのカバーも含む。ディラネスクは全曲ボブ・ディランのカバー。他にもビートルズやエルビス・プレスリー等を取り上げている。基本的にシンガーであるが、ハーモニカやギター、キーボードも演奏する。特に多くのアルバムと、 ライブにて披露されているキーボードは、ぶっきらぼうな印象を受ける、個性的な演奏で本人のセンスと、技術的な制約とに由来する下手馬の典型である。ハーモニカも、ロキシーミュージック初期のアルバム、For Your Pleasure や、ソロアルバム、Let's Stick Together などのほか、一部のライブで聴くことが、できる。ハーモニカは、本来、ブルースの楽器であるが、 ブライアンの演奏にはソウルフルな味わいがあり、彼のルーツを知る手がかりとして興味深い。ギターは初期のライブ映像やアバロンのインディアなどで披露されている。ロキシーミュージックの項目参照。ありがとうございます。